燃料フィルターの交換と移設を行いたいと思います。現在の位置ではフィルターが変形しています。フィルターを燃料ポンプの前に移設しようと思います。使用する工具はカッターナイフ4分の1インチソケット、エクステンションバー、ラチェットハンドルです。それでは燃料フィルターを外します。外したフィルターは変形しています。錆が沈殿していますが、フィルターのおかげで出てくるガソリンはきれいです。新しいフィルターです。新しい燃料ホースです。フィルター移設位置を決めてカッターナイフで燃料ホースを切ります。フィルターを取り付けます。フィルターの向きに気をつけましょう。金属ベルトはしっかり締めます。部分は燃料ホースでつなぎます。エンジンをかけて燃料漏れがないかを確認します。チャンネル登録といいねボタンよろしくお願いします。概要欄にブログのリンクも貼ってます。